俺の親父はま、ドナルドが大好きで、毎日一回はマクド、ルドの商品を食わないと落ち着かない。本人はいいんだが、それに付き合わされる俺たち家族はたまったもんじゃない。次第に一緒に食べに行くのを敬遠しだした家族の態度に、親父は不満げだった。なぜ食わない？俺と一緒は嫌なのか？違う。クドナルドが嫌なだけだ。俺も母親も妹も、はっきり親父にそう言った。その日一日親父は塞ぎ込んでいた。だが、親父は反省したわけではなかった。日曜日の夜、明日の学校の支度をして、部屋の電気を消した。妹はすでに二段ベッドの上で寝息を立てていた。俺は妹を起こさないように一段目のベッドに潜り込み、目を閉じた。しばらくして、部屋のドアが開いた気配がした。誰が入ってきたのか。薄目を開けてみると、ルドが、立っていた。ドナルドは俺が起きているのに気づいていないようで、ゆっくりとベッドの脇に近寄ってきた。薄く開けた目と気配から、ドナルドが妹を起こそうとしている様子がわかった。グッナイツ、はははははは。ドナルドの陽気な笑い声、妹の悲鳴、思い切り揺れるベッド。何かが上から飛び出して、勉強机に激突した。倒れる机、散らばる文房具。何やってるの？ドアから母親の叫び声と、息を呑む音が聞こえた。部屋の電気をつける、ナルド。その時、初めて俺は、ドの紛争をしているのが親父だと気がついた。親父の後ろ、床に倒れた机の下に、妹のピンクのパジャマと、トクトクと流れる血が見えた。救急車が来た。救急隊員は親父の格好を見て驚いた。親父は興奮して救急隊員を殴った。あなたは家にいて。叫ぶ母親を押しのけ、一緒に救急車に乗り込む親父。集まった近所の人も何も言えなかった。俺は一人、めちゃくちゃになったままの部屋にいた。親父は、俺たちのマクドナルド嫌いを直そうとあんな真似をしたのだと、俺と母親に話した。妹は床に敷いた布団の上にいた。目を見開き、歯を食いしばり、手足をでたらめに激しく振った。頭を打ち、背骨を痛めた妹が、布団の中でうなり声を上げた。おぬいちゃー。可愛かった妹が、わずか半年で別の生き物に変わってしまった。母親は泣いた。俺は黙った。親父はグラタンコロッケバーガーを食べた。